はい、今回は手作りね、ホイコーですね。では、こちらができたホイコーローね、いただきたいと思います。うん。もうこれ以外にも、玉ねぎとネギで、いい時間だけども、うん。なかなかの美味しさと、ちょっと辛さというのがあって、うん。なかなかいい味わいに仕上がってるなという感じで、もうそんなに悪くはない。いい味だなという感じで、タレとうまく合わさってね、お肉の旨味とか、うん、が程よくて、結構な、いい甘さというかね、になってるなと言ったところがね、いいなと。いう感じですね。というわけで、うん、なかなか程よい辛さと甘さがあって、牛肉を入れたんだけど、牛肉の甘さもよくていいなと思います。どうもありがとうございました。